こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフリートシャルマン。綺麗なスタートを切りました。クイーンクリスタル前に行きそうです。フリートシャルマン、それに続いています。さらにはバブルカフェ、2番サンライズエイジ、その後ろ後方に控えたのがマルターズウィッシュ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。先手を取ったのはレディアイドル、並んで1番シャトーウォン、その外にフリートシャルマン、エアグルーヴ、好位をキープ。並んで9番クイーンクリスタル、チェリー K ポイント、すぐ後ろその隣にマーベラスウィンド、その横にサンライズエイジ、その外にバブルカフェ、さらにはビハインドザモンロー。並んで7番レガシーエイト、オーリエット、この馬もこのグループ。すぐ後ろにマルターズウィッシュ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として3番レディアイドル、まだ粘っています。シャトーウォン、ほとんど差がありません。エアグルーヴ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。レディアイドル先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。2番手はエアグルーヴ、残り 200m。 エアグルーヴ伸びてきた。シャトーウォン必死に追います。エアグルーヴ粘る。ウィンドシャープ迫る。エアグルーヴ、エアグルーヴ1着、2着にはどうやらウィンドシャープ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアグルーヴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはラブフェニックス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくラブフェニックス行きました。続いて前へ行くのはオートスワロー、さらにはオフサイドトラップ、13番メテオアカデミー、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。なんとなんと先頭はオフサイドトラップ。これには場内もどよめいています。赤の帽子スピンコンサート、その後ろオートジェネラル、それに続いています。並んで5番ラブフェニックス、その外からメテオアカデミー、内からはカリビアンカンパニー。並んで11番オートスワロー、ミラクルショー、この馬もこのグループ。プライムウィンズ、すぐ後ろ。並んで2番サッカーウィング、マイネルブリッジ、この馬もこのグループ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。前はオフサイドトラップ、ラブフェニックス、ほとんど差がありません。カリビアンカンパニー3番手。さあオフサイドトラップ、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った。プライムインズ、プライムインズ先頭。2番手はプライムインズ、プライムインズいっぱいになった。あと 200m、 先頭はオフサイドトラップ、スピンコンサート、必死に追いすがります。スピンコンサート食らいつく。オフサイドトラップ、オフサイドトラップ1着、2着にはどうやらスピンコンサート。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ダシアンクリフ前に行きそうです。バブルガムフェロー、それに続いています。さらにはサマーキューティー、8番アルーリンググルーヴ、その後ろ。それでは先頭から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはバブルガムフェロー、その隣にリッチエベレスト、並んで13番ダシアンクリフ、アルーリンググルーヴ、すぐ後ろ。その隣にサマーキューティー、スピニングワールド、そのうちに続いています。その外にダホス、さらにはパーソナルエキスプレス、並んで3番ウィンドクリーク、ヘルスイグリッド、この馬もこのグループ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はバブルガムフェロー、パルレインボー、ほとんど差がありません。ダシアンクリフ3番手。さあバブルガムフェロー逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バブルガムフェロー先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はダホス、ダホス必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりバブルガムフェロー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はダホス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。バブルガムフェロー1着、2着はスピニングワールド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。バブルガムフェローまさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立った河内サタデー、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はアドワイヤラピス、河内サタデー先頭だ。河内サタデー1着、河内サタデー完勝。河内サタデー1着、2着はアドワイヤラピス、河内サタデー見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は石のサンデー、石のサンデー先頭、2番手は石のサンデー、あと 200m、 後続を引き離すトロットサンダー、足色は衰えません。2番手は東海太郎、トロットサンダー今ゴールイン、段違いの強さです。トロットサンダー1着、2着は筑波シンフォニー、これが G1 馬の実力だ。トロットサンダー